3レーシングサクラデン 5MRGA 仕様紹介。シャーシ3レーシングサクラデン 5MRGA カーボン染色ゴールド。3レーシング D5 用アルミフロントバルクヘッド。3レーシング D5 用アルミアッパーサスマウントフロントリア。3レーシングアルミスイングアブソーバー。3レーシングアドバンス20用サスマウントネット。サスマウントネットはアルミロアサスマウント FF、FR、RF、RR にも使用します。3レーシングアルミフロントアッパーデッキホルダー。3レーシングアドバンス20用アルミサスマウント FRRF。 3レーシング D5MR 用アルミリアアッパーデッキホルダー。3レーシングアルミリアバルクヘッド。3レーシングアルミバルクヘッドカバー。3レーシングアドバンス20用アルミサスマウント RR43.7mm。 横もリアディフューザーなろう YD2 シリーズ用。3レーシングアルミメインシャフトエンド。3レーシングアルミリアアクスルマウント。3レーシングアルミフロントアッパーアーム。3レーシングアルミ一体型ホイールナットブラック。3レーシングアルミリアホイールハブスタンダード。タミヤ CC01U アルミオイルダンパー。 CC01U オイルダンパーはドリフト車の標準的なオイルダンパーと比べてシリンダーとショックシャフトが長く、ストロークをかなり長く取れます。ダンパーが長いため最面に伸びきった状態の車高はとても高くなります。ですが柔らかく自然調の長いスプリングをプリロードゼロで装着していますので、停車 1G 状態でダンパーが半分縮んでもストローク限界はまだ半分残っているため十分なストロークを保持できます。このため車高はちょうどいい高さに落ち着きます。さらによく動く仕事する足回りになっています。流行りのロールさせやすい仕様にもなっています。この仕様の狙いはバネレートの低い柔らかいスプリングをプリロードゼロ、ダンパーのアジャスターでスプリングを縮めない状態で使うことです。スタンダードな長さのダンパーに柔らかいスプリングの組み合わせだと自重、シャーシ&ボディ&バッテリーなどの重さで車高を保てず、シャーシ側面が地面に着地してしまいます。車高を保つために、アジャスターで過剰にプリロードをかけたスプリングは、スプリングが持つ本来の性能を発揮できません。そこで、ダンパー長の長い CC01 用オイルダンパーを使用しています。RC926トミヤ TRF ダンパー用アルミスプリングカップ 3mm ダウン。 RC926 アルミショックギャップボールゴールド。ダンパーピストンはトップラインスマートダンパーピストン CRV TRF ダンパー用8ケツに交換しています。 CC01 用オイルダンパーはシリンダー1つに2つのオーリングをセットします。そこで一つはダンパーシャフトのスムーズな動きを実現しているトップラインパーフェクト 0X ミディアムを使い、もう一つは密閉性が高くオイルが漏れにくいトミヤ TRF シリーズダンパー用ハイシール X リングコード70をセットしています。ダイヤフラムはフッ素コートされているトミヤ TRF ダンパー用オイルシールに交換しています。スプリングは1本のダンパーに2種類のスプリングを組み合わせて装着するハイブリッド仕様です。上側はス
スタンダードな長さのスプリングを装着。下側は RC926 のハイブリッドドリフトスプリングを装着します。上下のスプリングの中間にはハイブリッドドリフトスプリング専用の RC926 スプリングシートを挟んでいます。リアの上側にはホームセンターナフコで購入したメーカー不明のスプリング。下側はRC926 ハイブリッドドリフトスプリングミディアムハードをセット。フロントの上側には手持ちのメーカー不明ドリフト用スプリングを装着。下側は RC926 ハイブリッドドリフトスプリングウルトラソフトをセット。スプリングの下側にはトラクション向上が体感できると言われている RC926 のハイトラクションシートを入れています。オイルは競技用モトクロスバイクのフロントフォーク用を使っています。10番と1000番のオイルを経験と勘をもとに適切な減衰力が得られる硬さにブレンドします。ダンパーは伸び側、縮み側、双方とも同じ高さに戻るようにセットします。ダンパーを伸ばして手は離してもほんの少ししか縮まず、ダンパーが伸びた状態のままになるシャーシをよく見ます。元の高さに戻らない原因は様々ありますが、経験上ではオイル粘度が柔すぎるのに対してスプリングが硬いことが多いようです。スルスルな動作を求めるあまりに柔すぎるオイルを入れると、ダンパーの減衰がほぼないため、ダンパーの伸縮が素早く動作します。これにより、伸びたダンパーは勢いよく縮むことができるため、定位置を超えて縮みます。これに、柔らかいスプリングを組み合わせると、定位置に戻す反発力もないため、縮んだままになり、車高を確保できません。これに対処するために、固めのスプリングをセットするか、スプリングに過剰なプリロードをかけて車高を確保しようとします。そうすると、スプリングの反発力が強くなりすぎて、ダンパーがリバウンド側に伸びた際に縮まなくなり、定位置に戻りません。ダンパーの減衰力とスプリングレートは、相互のバランスが重要です。オイル、またはスプリングのいずれか、片方に焦点を当てたセッティングは、マシンの性能を発揮できない結果につながります。減衰力のないダンパーは、ダンパーとして機能していません。摩擦抵抗を減らしたダンパーと減衰力を減らしたダンパーは違います。どちらも伸縮が軽くなるため誤解しやすいので注意が必要です。 ESC アキュバンスシャーリス WX ブレイク。 ESC 用ファンアキュバンスレイストーム超高速回転ファンユニットブレイク。キャパシタ、アキュバンス、シュバリエブレイズ。キャパシタは、ESC の下に装着。ESC、マウント用プレートを自作。厚さ3ミリのアクリル板を使用。アキュバンス、エレクトロニックバランサー、コア 5G。ESC の側面に貼り付け。ESC、バッテリーサーボ等、電子機器の電流整流に特化したデバイス。中速から高速域における力強い加速感に加え、マシンのコントロール性が大幅に向上。バッテリ電圧の安定化作用により、走行中の電圧変動を抑制。アキュバンス、フォトニックスタビライザーアクトロン。シャーシ中央部のジャイロマウントに貼り付け。スロットルレスポンス向上。特に、加減速時のモーター回転や、駆動部品のフリクションロス最小化によるコントロール性能の向上、電流経路間の整流及び帯電除去機能によるパワーソース出力の安定化。アクトロンの効果は放射状に各部パーツへ伝わるため、シャーシ中央部へ搭載することが推奨されます。アキュバンス S バスアダプター、シャーシ中央部のジャイロマウントに貼り付け。アキュバンス、ジャービス、
サービス WX のセッティング変更やモーター回転数等のテレメトリ通信を、双葉社製送信機 T10PX、T7PX 等にて行うためのアダプター。モーター、アキュバンス、フレッジ 13.5 ターン F、ブレック、ファン搭載仕様。アキュバンス、フレキシブルセンサーコード100ミリ。標準のケーブル長200ミリは長いため、オプションの100ミリに変更。サーボ、双葉 HPS-CT500。サーボには、電磁波を吸収するシールを貼っています。ジャイロ、双葉ドリフト専用ステアリングジャイロ GYB550。受信機、双葉 R404SBSE。 双葉ブラックコード 55mm メスメス。 GYB550 標準のケーブルが長すぎるためオプションの 55mm に変更。双葉二股コードブラック50芯 50mm。 受信機の S バス2ポートへサービス WX と GYD550 の2つを接続するためにこの二股コードを使います。受信機用デバイスアキュバンスシュバリエドレース。受信機の脇ポートに差し込むことで装着時より受信機からサーボジェイロ等への電源供給能力が向上、車両の接地感が高まり、コーナリング中の姿勢保持力やコーナー立ち上がりの安定性も向上。ヨコモ YD2 シリーズキャリパー取り付け用ステアリングブロック。 D5MR 標準のナックルではアッカーマンアングルがつきすぎて深いドリフトアングルに耐えられずスピンしてしまいます。 YD2 のナックルに交換することで簡単にパラレル化することができます。深いドリフトアングルにも耐えられるようになり、フルカウンタードリフト中でも失速せずにマシンを横へ押し出せます。ヨコモハイトラクションホイールスペーサー。タイヤが硬く路面からの衝撃などで接地感を失いやすいドリフト感など適度なたわみで面圧を安定させ加速時のトラクションを引き出します。ラップアップネクスト AX ローフリクションフロントアクセル。スラストベアリングを内蔵した一体型フロントアクセル。キャンバー角をつけることで増す横荷重アキシャル荷重の負荷を内蔵されたスラストベアリングで軽減し、トータルの回転効率を高めます。ヨコモ YD2 YD4 用ボールエンドキャップ。ステアリングを切っていった際にナックルとボールエンドキャップが干渉することを解消するために、手の字に曲がったボールエンドキャップへ交換しています。なお、それでも干渉するためボールエンドキャップのターンバックル取り付け部を斜めにカットしています。また2022年時点においてボールエンドのサイズは 4.8mm が主流となっています。ボールエンドおよびボールエンドキャップは 4.8mm が推奨されます。ラップアップネクスト、ハイトラクションユニバーサルシャフト YD ボーンセット。トレッドの調整に便利な長さ調整機構を採用。ノーマルユニバに対し重量をアップさせることでウェイト効果とユニバ回転時の反トルク効果によりトラクション性能がアップします。なおアンタージョイントはキット標準品を無加工で流用できます。3レーシング、ギアデフアウタージョイント 4mm。 デフアウタージョイントは摩耗、摩擦により削られます。この摩耗を軽減するための予防策として横の射精のドライブカッププロテクターを装着します。しかし標準のデフアウタージョイントは幅が 2mm しかありません。 2mm 幅では横の射精のプロテクターが取り付けできないためオプションの 4mm 幅へ交換しました。キット標準のギアデフ用オイルはすぐに漏れ出てしまうため強小射精のデフギアグリス3000番へ変更しています。アクティブホビー84ピッチスパーギア 146T デルリン削り出し。
アクティブホビー84ピッチピニオンギア 44T7075 アルミハードアルマイト。ギア比 10.29。ワンナップレーシングヒートシンクバレットプラグ4ミリ。アクティブホビーアルミワイヤークランプゴールド。アキュバンス12ゲージ用 E ジョイントケーブルホルダー黒。ラップアップネクスト汎用拡張プレート2ミリカーボン。マグファインネオジムマグネット 10mm×3.2mm×3mm M3 ホール。モノタロウ変速チューブ形状記憶タイプ内径 6mm。 端材やアクリル板幅 10mm 長さ 200mm 厚さ 1mm。 シャーシ側面の空気清流効果によりダウンフォースが若干向上します。バッテリー搭載位置にも電磁波防止シートを貼っています。発生する電磁波を防止吸収していることは間違いないようですが、シャーシに貼ったことによる何かしらの効果を私は感じ取れませんでした。ノーブランド電圧計。バッテリーの残り電圧を素早く目視確認できます。 RC926汎用アルミエルジステイショートゴールド電圧計固定用。ヨコモ YD2 シリーズ用アルミ製ステアリングストッパー 3mm。 過大な切れ角を制限するストッパー。ステアリングタイロットの逆関節を防止します。表面がハードアルマイトコートされており、ストッパーがサスアームと干渉した際もサスペンションの動きを妨げません。MST21 オフセット可変ホイール 832105W。 標準では全体が白色なのですが、センター部とスポーツ部を蛍光レッドで塗り分けて旭日付き模様にしました。トップライン TDT002P ドリフトタイヤスポーツエディション HDP スーパーラジコン福岡博多店の指定タイヤです。軽量化のためフロントバンパーは装着していません。すべてのベアリングを高精度 ABIC7 に交換しています。ネジ、ヌット、カラーはすべてアルミ製のゴールドです。真鍮製は車重が重くなるのを避けたいために使用です。フロントアライメント、ギャンバー0度、等角0度、キャスター角5度。リアアライメント、ギャンバー0度、等角0度。以上、サクラディン 5MRGA の使用紹介でした。それではまた次回お会いしましょう。